なんかね、こう、ほんとね、さなぎやら、さざむしやら、蜂の子やら、稲子やら食ってる。だからもう慣れたね。で、例えばこれなんかもなんか普通に、これ多分なんちゅうの、ムカデみたいなんですか。さざむし。マジムシ。いけるし。どこで見て。これは何やったっけ。蜂の子。いるさ。もうご飯に入れても多分全然いけるだろう。初めね、これはちょっと俺、あの、どこやった、抵抗あったんやけど、このようにサナギやろ。サナギは確かにちょっとこう食べた後にニュルってなってるけど、別にあれ揚げてるし、まあ、そうでもない。どこでも揚げてる。これなんかさ、最もグロテスクで上ってなったけど、俺らも毛布に出るけど、もうなんか慣れって気持ち悪いよ。でもはっきり土壌より上はないよ。あんな溢れてくるやつとか、どこ、こんなんも普通に、まあ今ちょっと端っこになったけど、特に問題ない。サボの駅前で集合所。別に流し込もうとも思わないし。はい。了解。はいはい。ああでも色々素晴らしい。うん。最高。いやいや。もうでサボの駅前で感想は最後。だからもうちょいした。やば。でももう周りみんな食わんけど、もう残して帰るけど。カートから。ありがとうございます。